長澤まさみさんのような見ている人にワクワクドキドキさせてもらうような女優さんになりたいです。人前で何かをするのが大好きで、歌とかダンスとか。それでたまたまお母さんが東方シンデレラオーディションのオーディションを見つけてくれて、やってみることにしました。びっくりしました。びっくりと嬉しいが出ました。上白石萌歌さんにこんなに堂々としてできるのはすごいと言われました。一輪車とか鬼ごっことかゲームとかゲームとかいろんなことをしています。自分が負けないぞって思うことを教えてください。ポジティブなこと。そのみんなよりプラス思考。緊張してますか？緊張中ぐらいです。あまり緊張はしなくて、学校の書き初めが一番緊張しちゃいます。習字を褒められます。字綺麗だねって。いつからやってるんですか？1年生からやってました。地元で特選賞をもらいました。心がけです。心という字が好きで、いいこと、いい言葉だなと思いました。何点ですか？50点です。集中。主要脳幹部から剥離します。演技が上手だったよとか、黒幕誰とか言われました。なんて答えたんですか？言えませんって言いました。違うクラスの先生に階段の時に会って、見たよって、頑張ってくださいって言われました。監督が演技指導してくれるし、共演者の人が楽しくしてくるし、スタッフさんの皆さんが優しくしてくれるおかげなのかなって思います。初めてがここで良かったです。セリフ練習、医療用語、専門用語とかそういうのを覚えるのがすごく大変です。お母さんと一緒に練習しています。印象に残ってるシーンは手術の時の泣くシーンです。オーディションの時泣けなくて、オーディションの時から見てくださってる佐久間監督のおかげで初めて泣けて、それで佐久間監督じゃないともしかしたら泣けないのかなって、だから本当に感謝しかないです。